俺指名で切ってくれたいったな無駄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 さあ始まりました。えいせーの、ホジマくん質問箱やっていきますか。いきますか。はい、今回はね、ホスト通う前の自分に伝えたいこと。いおお、事前にね、こういうところ分かっといた方が良かったよっていう。いや、分かっといた方がいいよもそうだし、うん、未来から過去の自分に戻れるとしたら、もう戻れないところまで来てしまったから、うん、なるほどな。ドラえもんいたらどうするって、ね、どうするっていう話ですよ。まあ、もう行くんじゃねえよかもしれないし、うん、はたまた、いや、行った方が良かったぞみたいなかもしれないし、うんうんうん、では、はい、実際見てみましょう。テレンカゴ身の丈に合った通い方しような、キャパを超えてったパターンのレディです。なるほど、なるほど。でもすごいっすよね、この人は身の丈を超えて頑張っていってっていうことです。まあでもそこに対してそこまで頑張ってるっていうところが結論、楽しいっていう考え方をしている女の子も多いです。うん、まあその自分のキャパシティの範囲内で楽しむことがいいっていう風な人も当然いるけど、苦しかったのかもしれないけど、まあ、安定って楽しくないからさ。うん、だからそれもそれで楽しいっていう人もいるからな。まあでもその人はそうじゃなかったから、まあ過去の自分に言いたいんでしょう。でもそれを言ったところで多分突っ走ってると思うで。確かにこいつはこういう性格だからね。歌舞伎町で働くな。あー、歌舞伎で働くとそういう誘惑が多いからみたいな。あ、そのパターンか。なるほど、なるほどね。そっか、歌舞伎町で働いてホストは行ったことなかったけど、歌舞伎町で働いてしまったことによってなんか足を踏み入れてしまって、あ、そこから人生をそれはあるのかな、狂い始めてしまったのかもしれないね、確かに。でもこれって多分歌舞伎町で働いてなくてもいずれ行ってるような気がするんですよね。どうかな。いや、まあ分かんないんでね。分かんないよ。逆に早いうちに行けてよかったんじゃないかなと、うん、今できっかけがね、うん、きっかけが、まあ、歌舞伎町は魔界だからさ、うん、足を踏み入れてしまったら、うん、帰ってく人はのめり込んでいくっていう、そういう街なんで、うん、結論そういう属性で生まれてきてしまったってことだから、それは別に悪いことだよね。歌舞伎町で働くなって言えばそれは防げたかもしれないからね。うんうん、リゼロのスバル君だったらこうなんかやめろここだけは行くなみたいな感じで言ってだって結局またなんだかんだ働いちゃって、またこう一から戻ってみたいな感じなんで、うん、ホストは怖くないぞ、楽しいぞ。あ、いいんじゃないですか、イケイケどんどんみたいな感じか。これはもうホストちゃんと楽しんでくれてるね。うんうん、ちゃんと素直にそれを言ってくれてる。うん、だからもう過去の自分にさえもこう勧誘してしまってるという状況であります。最初怖かったってきっと思ってたんだろうね。ね、そういう偏見があったけど実はそうじゃなかったと、ありがたい話じゃないですか。うんうん、もっといろんな人に言ってやってください。確かに、うん、はい、一緒にホスト広めていきましょう行かなきゃよかったねマジでこの順番で来てるから本当にラッサすごいいろんな人がいますし、いろんな経験あるんで、いろんな経験っていうかいろんなね、頑張ってね、もうだからあるんで、だからあの過去に戻れたとしたらもうちょっと間に合わなかったんだね。あ、行っちゃった、行かなきゃ、行かなきゃよかったねもう行っちゃったか、もう無理だろうねみたいな、遅かったまあそれでいいじゃねえか、その中でもきっと幸せあるさ、きっと。で、行ったことによって分かる幸せもあったし、行ったことによって初めて痛みを理解できてね、そういう経験ができたってことが大事だから、うん、よかったじゃねえかよ。いきます。貢ぎ癖のあるジャニオタが軽い気持ちで初回行ってシャンパン下ろすな。お前絶対シャンパン下ろしたじゃん初回でお前初回で飲み直しでシャンパン下ろしただろう。でも安心してください、あなたはきっと軽い気持ちで初回行っちゃうよ。もう何止めても行っちゃうよ、止められたら止めたら、うん、止められただけ行っちゃうよ多分。でシャンプー下ろしちゃうんだよ、という運命なんだよ。うん、貢ぎ癖あったってことはホスト行ってなくても何かしらそういうことしてたわけだから、結論変わんないんじゃない。という星の元に生まれたんで、あなたたちのおかげで僕は今、うん、飯を食うことができているので、ありがとうございます、生まれてきてくれてありがとうございます。その時が楽しければいいと思う、でも後悔だけはするな。それなんだろう、うん、難しいよね。楽しく、うん、その時楽しければいいと思ってたら大体後悔することじゃないいやいやいや、そんなことないよ、うん、そんなことないよ、これすごいいいこと言ってると思うよ。だから楽しい道を行くのは全然いいし、うん、ただ勢い余って余計な賭けをしてしまったり、そんな別に応援したくもない人のことをこうなんかすごい金額使っちゃったりとか、うん、後悔するってことはしないようにしないよ。俺の生き方に近いこれは、うん、俺ちょっとわかる、俺言いがち、俺こう楽しければいいと思うけど後悔しないようにね、うん、っていうのは俺も言いがちだから、ちょっとね、あの仲良くなれると思うから、ちょっとあの、うん、ワンちゃんね、俺
使命で来てくれた。行ったな。おい、ずーっと俺と待ってたけど、行ったな。始まった。俺、多分会うと思う。会うんだ、そうなんだ。へぇ。だと思うよ。人をよく見て選ぶんだよと言いたい。これはきっと指名をして後悔してしまったんだね。顔だけで選んでるね。よく見れんよね、ホストって初回なんてさ。いやだからもうそれこそ本当に直感なんだよね、マジで、うん、俺結構人を見る目今もうめちゃめちゃ培われてると思うんだけどさ、なんとなくわかるじゃんもう、うん、今となってみれば最初わかんねえよな、でも、うん、フィーリングで選んでそれで失敗したで学んで結果今そういう風になったんだから、絶対学んでその失敗とかもないと絶対この目は養えないと思う、うん、だから逆に言うとそのなんかよく見て選ぶんだよっていう風に言ってるけど、適当に選んでたらずっとこう同じ失敗繰り返すよね、うん、だからよく見て選んで失敗したら別にそれでいいと思うし、うん、だからちゃんとこういう考え方を持ってる人は成長すると思う、うん、成長したんだ、合格な人ね、俺もう本当にこの人、うん、その時俺仲良くなりますよ、仲良くなる結構仲良いですよ、うん、すごい仲良くなれると思います僕と。また戻ってきます。どういうこと、何どうしたお前。あーなるほど、一回ホス狂いやめてまた復活したんじゃないですか。あー、うん、そういうことか、うん、出戻りだから、うん、あなたはまた戻ってきますよっていう。あ、そういうことか、お帰りなさい。うん、やっぱり行ってらっしゃい。お、行ってらっしゃいか、これで言うとまた戻ってきます。お、行ってらっしゃい。もうなんか旅に出るんだろうねきっと、うん、強くなって帰ってきますみたいな感じじゃない、うん、一回行ってこう戻って一回行って戻って、そうサトシみたいな感じか。またいろんなね、うん、地方を行って回るみたいなね、うん、あ、ワンピースで言うと要は修行するあれ2年間のあれですか。めちゃめちゃ強くなるから、お前強くなって帰ってくるけど、ジャンプの漫画やってた方がいい、うん、担当さんのおかげでいろいろ変われたからもっと早く会いに行きな。わあ、だからもう出会えてよかった系だ。うん、よかったんじゃないですか。これはマジで、うん、ハッピーハッピーだよ。いやもう本当にそうあるべきだし、そう言ってもらいたい俺も、うん、そう言ってもらうために俺は頑張りたい、うん、だからあなたの担当は本当に素晴らしいんですね、うん、仕事できですきっと、うん、ハマるの分かってるなら行くな。でも死ぬほど楽しいから行け。葛藤してるね自分が。だからもう、うん、一番こうなんかあれじゃない？素直な気持ちだね。そう、俺はこの人のゲームみたいな。俺はこの人のゲームみたいな。なつきしめっぽいなんか。うん、あんまり作ってない感じで、本当に本心の素のままでいる感じがいい。うん、いいね。ありのままで。ありのままがいい。自分で、そう、ハマるの分かってるから行くな。でも行け。行くんかいみたいな。行くんかい。くんかいお前は結局。てねん、 SNS より実物の方が素敵だし、悩んでないでさっさと店行っちゃって特別感をちゃんとくれる担当だよ。おー、はい、おーよかった、うん、SNS を見てる時に行こっかなー、でも緊張するなーみたいな葛藤があったんだね、うん、でも行ってよかったんだね、うん、よかったじゃねえか、確かによかったよ、うん、おい、こっちまでほっこりしたよ、間違いないっすね、うん、幸せです。はい、うん、はい、絶対ハマらないと思って初回行ったけど数ヶ月後にはタワーしてるで。出るでー、やっちゃったでー。ガード硬いと思ってるけど自分ガード硬い、絶対ハマらないってこうね、やっぱ思ってる時ほど意外とねハマる人いるっすよね、うん、てかそれこう、うん、催眠術絶対私かからないっていう人に限って意外とめっちゃかかるとかある、うん、って言いますよね、そのパターンかもしんないね。あー、うん、催眠術かかってしまったのか、うん、かかっちゃったよ催眠術にこう、うん、パーンってね、うん、タワーしちゃった。俺もタワーさせちゃうね。催眠術欲しいな。でも、なんとかやでって言ってる人は絶対にかかりやすいと思う。関西弁のやつ、関西弁の偏見がすごいけど、いやでもなんかその、ちょっとなんかハマっちゃいましたとかじゃなくて、うん、ハマったでーみたいな感じが、なんか根本やっぱりなんかちょっとなんかふわっとしてるものがある。え、それ本当に。え、でも俺は別にこれ嫌いじゃないですよ、ちなみに。やっちゃったでー、嫌いな人じゃない。そう、何かそういうデータあるんですか。いやいや、わかんないけど、なんかちょっと抜けた感じしませんとか。でもそれは俺は可愛くていいと思う、なんかやっちゃったんだねみたいな、頑張ったねみたいな、そんな感じですね。可愛いね。そう、可愛いです、可愛いです。賭けだけはやらないで。まあ確かに賭けに親を殺されてしまったんですね。賭けに親を殺されてしまった。そんなにそんなに悲惨だったんだ賭け。それはまあ申し訳ないですね。賭けだけはやらないです。賭けを毎回させられるだけのなんかあるですもんね、そういうサイト。賭け縛りみたいな。それもさ、なんか悪い方向性でしちゃうとよくないけど、こうなんかそれをプラスに捉える
その感覚があることによって頑張れるみたいなタイプもいるから、うん、まあその人はまあ違った疲れ方をしてしまったっていうことですね、うんうん、まあ基本全力がいいスタイルだけど、別にその賭け自体は俺は別に否定は一概にはしないから、自分のさらにレベルアップっていうか賭けをすることによってよし頑張るぞみたいな風になってなるパターンの子も少なからずいるからね、うん、うん、間違いない。ホストはゴミ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 っつってゴミ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 すげえ、もう必殺技、すごいな、必殺技で必殺技、くらえ、ホストはゴミ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 、そんな必殺技を習得できてよかったね。その人がゴミだっただけなんだろうな。確かに全員とは限らないからね。はい、ということで、ホストに通う前の自分に伝えたいこと、いろいろ聞いてきましたが、どうでしたか？意外とイケイケが多かったかなっていう。おー、うん、背中を押すタイプ、過去の自分に。なんだかんだ意外と幸せになってる人多いのかなって思って。まあなんか、うん、いろ、まあ、もう全くもうベクトルがすごかったよね、うん、よかった、ダメみたいなのの、うん、ベクトルがすごくて、嫌だけどいいみたいな感じなんだろうね、きっと、うん、なんか、エモいね。エモい、うん、なんかエモいわ、なんかそういうの、うん、聞いててね。ホストはエモいんだよ、きっと。でもね、本当に行くなよって本当に思ってるのかなってね。ああ、行くなよって本当に行くなって思ってたら今は歌舞伎町にいないんじゃないかなって、うん、まあ、その狭間がエモいなって僕は感じるっすか。うん、確かにね。なんだろうな。まあでもね、もう今のあなたは踏み入れてしまったので、うん、決して引き返せないところにいると思いますが、そんなね、ところも含めて歌舞伎町これからも楽しんでいきましょう。それでは次回のホスジマくんもお楽しみに。バイバイ、バイバイ。